去年のこの時期に一度こいつとあのクリスマスケーキを食べようって動画を出したんだけど、まあね、まあ、見事に戦闘になったと。というわけでね、もう今回はね、あのもう元から戦闘しようかなと。あのだからつまりですね、もうあのこいつとケーキの投げ合いを、ね、したいなと思います。いいですか？いいですか？というわけでね、それぞれね、このね、顔面にぶつけるケーキをね、買ってきたんでね、紹介いたしましょう。というわけで、俺がこのチビにね、投げるケーキはね、こちらです。シャトレーゼ買ってきたから。シャトレーゼ、もうなんかもう開け方汚ねえんだけど、開け方下手すぎんだろ、こんな開け方。じゃあ、ね、イチゴのね、ショートケーキでございます。これ定番のやつですね。やっぱり、顔面に一番へばりつくって言ったら、もうこれショートケーキにしかないわけですよ。なんかね、ちょっとミルフィーユとかだと、ちょっとね、バーンってならないわけですよ。じゃねえよ、気持ち悪いな。ぶっ飛ばすぞ、ほんとに。待ってください。なんすかこれ。え、高くないですかこれ。箱、普通箱ってこんなサイズじゃないんですか。ちょっと待って、なんでろうそくついてんの。なんでお前そこにクマちゃんのさ、フォーユーってさ、シールついてんの。おかしいでしょ。とりあえず開けてみましょう。お前何発俺に、お前何発投げるつもりなんだよ。待って、でかい、ちょっと待って、お誕生日おめでとうって書いてあるけど、お誕生日じゃないぞ俺。おふざけんなって、おい。おめでとうございます。まだだよ、早いバカ。トミックみたいに言うな。バカかよ、お誕生日じゃねえし、お前。この中心空いてるって、なんかここだけ汚れないやつじゃん。どうしようもねえな、この誕生日ケーキ。やろうぜ。よし、じゃあやりましょう。何が 4U だよ。ふざけんな。いやー、人にショートケーキ投げる時が来るとは思わなかったぜ。いやー、美味しそうなイチゴのショートケーキですね。一番上、いただきたいと思います。あー、好きなポーズ取れよ。そのポーズを維持しろ、ずっと。そのポーズを維持しやがれ。あー、ダメだ、それじゃあ画面が飛んでんだよ。うっせーな、お前、早く行きつけよ。早く、お前、壁につけや、顔。うわ、行くよ。早くぴったりつけて、ぴったり。でもこの背中をぴったりこる。いやおい、なんで来たんだ、お前は。一緒に受けるか、ほら。投げてみろ、こっちゃん、ほら。ねえ、絶対食うじゃん、この犬。待機してるもん。ちょっと待って。さっきやった。いやさ、俺、誕生日とかじゃないからさ。おお、いってぇ。プロフィールだっけ。